皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日は1月の5日土曜日なんですけれども、まあ、タイトルにある通りですね、まあ、今年最初の風切発掘ということで、いわき市はアンモナイトセンターにやってまいりました。まあ、昨年末の29、30にちょっと来たかったんですけど、まあ、ちょっと都合で来れなかったので、まあ、その分、今日は思う存分発掘して、まあ、いい化石を見つけて、まあ、それが今年のお年玉になるか、あるいはその化石がいっぱい詰まった福袋を持って帰れるのか、体験発掘の方にこれから向かいたいと思います。はい、それではね、これより発掘に入ります。その前に気合を入れます。それでは発掘頑張るぞ。おーおーおーおはい。というわけで、午前の部が終わりました。まあ、今年の初の、化石発掘なんですけど、なかなかいい感じの手応えがありまして、まず発掘始まって、本当に一発目、本当にハンマー一回ぶっ叩いて、こう、ペロッとこうめくった石のところにあったのが、こちらですね。はい。わかりますかね？ちょっとこう、中央にこうキラキラ光ってるのがあると思うんですけど、こちらあの最初サメの墓と思ったんですけど、これ、魚の鱗だそうです。はい。一瞬こうキラキラ光ってるのもサメの墓かなと思ったんですけど、まあ魚の種類はわからないですけども、これ魚の鱗だということですね。はい。まあ幸先のいいスタートが切れました。そしてこれ出た瞬間来たーと思ったんですけど、これですね、どうやらオウムガイの、まあ、これ破片らしいんですね。まあまあアンモナイトでしたらここにこう縫合線といって、なんかこうシダ植物みたいなツタみたいなのがこう張ってるような模様が入るんでアンモナイトってわかるんですけど、これはどうやらオウムガイだそうです。でその掘った周辺にこの、こういう感じで結構たくさん入ってるので、もしかすると綺麗に全体が入ってるのかもしれないんで、まあゴンをちょっと期待が持てますね。まあ、というわけでこれから昼飯食ってゴンも体験発掘やっていきたいと思います。
はい、というわけで帰ってきましたけれども、発掘午後の部でですね、ついにアンモナイトをゲットしました。ただしがつきますけれども、こちらがアンモナイトの化石になるんですけど、ここに、こうちょっと小さいですけど渦巻いた感じのものが見えると思うんですけど、確かにこれアンモナイトの化石というか、これはもしかすると、化石の本体があったところから化石こう外れちゃったあとかもしれないっていうことなんですけど、まあ大きさもそんなに大きくなくて、まあこの10円と比べるとこのくらいの大きさなんですけど、まあほぼほぼ1センチくらいですかね、それくらいの大きさなんですけど、まあこれ化石の本体ではないかもしれないっていう話なんですね。アンモナイトの中の種類でいうとゴードリセラスというアンモナイトの化石の痕跡らしいんですね。まあこれ化石が本当に痕跡なのか、はたまたこれ真っ二つに割れちゃってるので、もしかするとこの辺クリーニングして反対側を見ればちゃんとアンモナイトの形をしてるのかもしれないんですけど、まあちょっと小さいですけど、とりあえずアンモナイト第1号ということで、非常に嬉しいです。それから続いて、こちら、はい、画面中央にちょっと黒っぽく見えてるのなんですけど、一応これサメの歯ですね。ただちょっとこの全体が出てないので、まあ何のサメかはちょっと詳しくは分からないとのことだったんですけれども、まあ、とりあえずサメの歯またゲットすることができました。そしてこちら、ここにちょっとなんか網目みたいな形の、化石があるんですけど、こちらは、エゾバイ、まあ、バイガイという貝、巻貝ですね、巻貝の化石ですね。まあアンモナイトセンターではこういった巻貝は割と珍しいらしくて、非常に貴重な化石ですね。というわけで、まあ今年初めての体験発掘だったんですけど、まあ結構いろいろいいものが出て良、かったなと思います。まあ、今日は最近こうアンモナイトとかオムガイが出てる場所からこう落ちた石だけずっと掘ってたんですけれども、まあこれだけ結構いい化石が出てきてるので、まだまだもっといいものが出るんじゃないかなと思うので、またちょっとこう時間見つけて、体験発掘の方に行ってみたいと思います。はい、アンモナイトセンターはまあ土日、まあ天候が悪くならない限りは体験発掘やってると思いますので、皆さんよろしければ行ってみてください。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。